ーマンスはプロが行っています。自分のレベルに達してない技は危険なので真似しないでください。ウーバーイーツです。あ、ありがとうございます。あれ、僕ウーバー頼んでないんですけど。あ、すいません、間違えました。アマゾンでした。ありがとうございます。え、何頼んだっけ。ということで皆さん開けていきましょう。開けていきますよ。じゃーん、アマゾンから届きました。はい、お、バランスボール、はい、バランスボール、ちょっと見てみましょう。この箱取っとこっか、使わなくなったらまた入れればいいし。はい、空気入れ、ボール、どんぐらい大きいんだろう。そう、いや何色にしようと思って、まあやっぱ赤だよねって思って。え、なんかすごい色だね。ちょっとピンクっぽかったですね。でかっ。おお、そういうことね。空気入れた後にプラグでやらないとですね。今時それ式なんだ、懐かしい。オーダーじゃないんだから。はい、空気入れてきます。じゃじゃん、そういうことね。これ筋トレじゃん。シリアルってこと。いや、これさ、めっちゃ時間かかる。え、それ入ってる。入ってる、ほら。A few moments later。 バキバキいってるし。A few moments later。 え？卵みたいな形してんだけど。見て。いや、本当に。え？A few moments later。 皆さんにちょっと写真紹介します。これは一番初めおばあちゃんの家でスクーターデポやってた時。いや、懐かしいよね。みんな若いですね。それでこれがここをオープンした時。もうすぐオープンして1年だよ。ね、毎回たくさんの人に来てもらって嬉しいね。いや、嬉しいよ、本当に。これは会社が2周年、3周年迎えた時の写真。いいんじゃない？これもいっぱい遊びに。ちょうどいいじゃん、かなちゃん。おお。ここにもね。何？お、いいんじゃない。丸っぽい。え、そんなさ、いっぱい空気入れたらめっちゃ弾んじゃうんじゃない。多分ね。いいね。はい、総合 TV の時間です。今日の動画なんですけど、こちらのバランスボール、皆さんご存知だと思うんですけど、これをね、僕の背中につけていくよ。あれ、携帯がない。はい、ってことで、僕の友達ショーンっていうオーストラリアの子がね、めちゃくちゃ面白いことしてたの。見える？これ今日はこれのためにバランスボール買いました。レジがあるんでね、とりあえずこのバランスボールを背中に装着していきたいと思います。たらこんぐらい、この下付けが。どうやってつけるの。ただこれが取れないようにしてくださいよ。取れたら怖いんで。おお、すげえな。いや、もうどんな感じなんだ。とりあえず多分ね、5周ぐらい行けばもう僕手離してるところだ。いや、これやばいね。 A few moments later。 低いね。斜めになってる。お、
じゃない？おどう？おあ、いいじゃない。ちょっとなんかアタックしてみてよ。ハサミ気をつけて。あ、全然大丈夫。あ、いいじゃん。いいね、いいね。はい、セーフティーファーストですよ、皆さん。どうなんだろう。首とか気をつけてよ。もちろんレジでやるから、まずはどういう感覚か。よし。いや、怖っ。これ普通に怖いね。え、どうなんのこれ。なんか想像できないんだけど。え、なんかゆっくりやってみるね。ちょっと試すとして、どうなるか。え、どういうこと。あ、それだよ。ほら、あ、そういうことね。怖いんだこれ。ちょっともう一回いきます。ほら、やばい。これさ、思ったより怖いわ。首だけちょっとストレッチ。手ついてありますね。うんうんうん。前回りしてみよう。え、ちょっと想像できねえ。ちょっとシミュレーションテープいきます。あ、そういうことね。とりあえずそれ何回もやらせて。手なしだけど、もう一回手ありで。じゃあ次手なし。バウンスしてないよ。あの子さ、こうやって回ってボーンちゃん、ボーンちゃん。あ、確かに。ボーンちゃん、ボーンちゃん。ボールでバウンス。スクーターイメージします。よっ、ほら。おお、今のいい感じ。あ、それダメね。スクーター持ってます。足使います。あ、そう、それ。あ、今のよかったね。それ。います。スクーター持ってます。スクーター持ってます。考えすぎた。はい、頑張って。スクーター持ってた方が僕いいかも。うん。はい、ということで膝パッドの準備しました。とりあえずレジにやって、感覚をつかみます。 OK。 うん、レッツゴー。5時に帰らん時間もね、あと9分ですよ。練習して。 OK、 いきます。スリーツワン。いや、あのテンポでチャレンジしたい人言ってください。これあるんだ。いきます。頑張って。いきます。スリーツワン。おお。いけそうじゃね。いきます。2回目もう乗りに行くだけだね、あとはね。よし、いくよ。 OK。 うん。とりあえず感覚つかみます。4回目いける。あっ、カットはまだね。もう外でやろう。ほんと？外でやりましょう。僕たちもね、7分しかないし雨降りそうなんで、とりあえずもう一発ポンってやって、ここで行く。え、相互フラットでいけるの？いや、もう多分いける。あれもうこれ気合ですよ、気合。楽に。何言う。いや、惜しかったと思うけど、なんか勢いがつきすぎたのかな。うん、だってもっと優しくポンポンだよね。かっこいい。惜しかった。今のじゃない。いきます。今乗りに行ったね。もう、あの次終わります。乗ったら帰れます。上ちゃん、上に。おお。やった。僕のはショーンと違う。いや、難しかった。はい、でもまあ乗ったんでね。ちょっと乗った。やった。おめでとう。いや、あのなんか新しい技に挑戦したくて、これをつけてやってる人がいて、あ、こ
これでやれるんだみたいな。無テープで巻いとんの。はい。テープで。でこれはバランスボールですね。そうだよね。あ、そういうことか。何しちゃってるのかなとか。あ、はい。ということで皆さん、まあさっき言ったんですけど、もう5時に行かないといけないって言ったんで今見てください。はい。5時8分です。もう行きますね。またできたことに納得いってるんですけど、もうちょっと上手くなりたいんで、またこのチャレンジやります。いいね、コメント、チャンネル登録と、他にも見たいチャレンジ、はい、何かあったら、ぜひ教えてください。おーよし、軽くなった。OK、ありがとうございます。